ハカム2世は、アトウマイヤ朝の第二代カリフ。初代カリフアブドアンラフマーン3世の子。カリフに即位する前は父を補佐する役目にあり、父が建造していたザフラー宮殿の造営に尽力した。961年、父の死によりカリフとして即位する。ハカム2世は、優れた文化人、教養人であり、東方に、 多くの死者を派遣しては貴重な図書を収集させた。その数は目録においてだけでも44巻。蔵書数は40万巻から60万巻近くにまで及んだと言われている。そしてハカム二世は巨大図書館を創設し、自ら蔵書の一冊一冊に注釈を書き込むほどの熱心さを示したのである。このため、政務は最小のジャーファル、 イブン・ウスマーンがアルムス・ハフィーに任せきりであったと言われている。ただし、彼自身は無能だったわけではなく、自分自身にとっては趣味とも言える方面に熱中しただけであり、彼の文化的な功績は、後のスペインに大きな影響を及ぼす西欧近代文明の基礎となったのである。973年、将軍のガーリブ、イブン・アブドア、イコール・ラフマン・アン・ナース・イリーニ軍を、 預けて、ファーティマ朝の領土であったマグリブを奪取した。975年にも、ガーリブを総司令官とした軍勢をヨーロッパに向けて、進軍させ、キリスト教国に対するイスラム勢力のイベリア半島における優位を確立するとともに、あとウマイア朝の前世紀を築き上げたのである。976年、61歳で死去した。ちなみにハカム2世は、 道長短足の肥満体であったと言われている。ありがとうございます。